ササラサヤは、加納智子のファンタジーミステリー小説。ササラシリーズ第1弾。2001年10月10日に、元筒者より出版された。2004年4月6日には文庫化された。2003年、漫画化。2006年に続編、てるてる明日が、テレビドラマ化された際、本作の一部設定が取り入れられた。2014年に、トワイライトササラサヤのタイトルで映画化された。 交通事故で夫を失った鞘は赤ん坊の息子、ユース介と共にサザリ領という町へ引っ越す。そこでは不思議な事件が次々に起こるが、その度に亡き夫が他人に乗り移って助けてくれるのだ。そんな中で鞘は母親として少しずつたくましく成長していく。2014年11月8日公開された日本映画。配給はワーナー・アブラザース映画。 主演は、荒垣結衣。同年11月21日に、香港、台湾、マカオ、韓国の4つの国と地域に配給が決定。荒垣結衣と大泉洋が出演し、福田雄一が監督、脚本した、1分のショートストーリー、荒垣結衣大泉洋による夫婦のショートストーリーが、ZIP とのコラボ企画で、 ZIP で2014年10月27日から31日と11月3日から7日に放送された。全国264スクリーンで公開され、2014年11月8、9日の初日2日間で、公衆1億836万6千円、動員8万2140人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。 と、ワイライトササラサヤに関するカテゴリー。ありがとうございます。